はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回から、ストーカー・シャドウ・ブー・チェルノブイリの続編第2作目、ストーカー・クリアス会、やっていきます。まあ、続編というか、この第2作目のクリアス会は、シャドウ・ブー・チェルノブイリの前日談なので、シャドウ・ブー・チェルノブイリの主人公だった、マー君、元いストロックが死のトラックで運ばれてるとか、そういうことが、起こる前の話、なので前作のネタバレをどんどんしていくので、もし前作の動画見てない人は、動画の説明欄あたりのリンクから見てみてください。でこのクリアスカイっていうのは決して舞台は今回もゾーンで、ゾーンの空がクリアだとかそういう意味ではなくて、またこれは一つの派閥の舞台名らしくて、まあ、そんなところかな。で、今回もまた、モッドを入れて遊びます。まあ、日本語化はすでに済んでて、初夏モッドっていうのと、あと、バグフィックス系モッドと、あとこれ以外に、オブジェクトのテクスチャー高画質化モッドみたいのが入ってます。この初夏モッドっていうので、なんだろう、AI 強化だとか、パーク要素追加とか、追加ミュータントだとか、まあ、武器がうんぬんかんぬん。まあ、そんな感じかな。他にもあるかもしんないけど。で、ストーリーは特に何もいじってないんで、オリジナルのままであると。じゃあ早速やっていこう。ストーカーが多分ノーマルだと思うから、ストーカー。で、モッドオプションもね、あるらしい。まあ、この辺はゲーム始めてからでも変更できるんで、いいんだけど、ストーカーシリーズオートセーブでよくゲームがクラッシュ。するから、オートセーブ系はオフにしとこう。じゃあスタート。来た。Опуская подробности, скажу, что ничего подобного я ранее не видел. Энцефалограмма свидетельствует о серьезном повреждении нервной системы, однако показатели остальных функций организма просто отличны. Парадокс. Считаете, это связано с выбросом? Вне всякого сомнения. Впрочем, я пока не могу найти этого рационального. え、前作ロシア語でプレイしたから今回もロシア語にしとります。英語と違って全くニュアンスが分かんないけど。Очнулся? Это хорошо. Ну что же?会話によってはね、相手が何を喋ってんのか字幕が表示されない場面があるらしいけど、まあ、しゃあない。主人公目が覚めた。今ね、自分の身に何が起こったか覚えているかみたいなことをこの人は言ってる。スワンプスっていうのは何だろうな、地域の名前かな。で、調査隊を先導していたのが主人公。
科学者の一団で、その時エミッションに襲われたと。エミッションっていうのは何だろう、前作でいうブローアウトみたいなやつで、あのすごい砂嵐みたいのが起こるっていうか、核嵐というか、うん、でこの人は謎の部隊の人たちに助けられたと。でゾーンにいるわけだ。はい。なんかさ、室内にさ木の葉が舞ってるんだけど、よし始まった。で主人公の名前はなんだっけ、どっちが名前なんだろう。ちょっとね、動作確認のためにこの辺少し操作したんだけど、マークって呼ばれてたんだよね。だけどここ見る限り派閥って書いてあるんだよな。でマップを見てみたところ、今ねここにいてクリアスカイ基地、まあ、つまりさっきの人たちクリアスカイの人なんだけど、ゾーンにいるってことだから、この辺ね、どの辺だっけ、こっちだ、この辺がちゃんと表示されない、まあ、この辺がねコルドンなんだよね。この辺にコルドンがあるってことは、まあ、こっちの方にフリーダムの街とか、フリーダムだったっけ、デューティーだった、デューティーだわ、デューティーの街があって、でここにプリピアチがあって、でここにチェルノブイリ原発がある。だから前作マップに別のエリアが増えてるって感じだ。あ、でスワンプスってこの辺なんだ。はい。でここクリアスカイ基地だね。誰と話すって、バーテン、ジャーナルとかない感じなんだよなこの作品。この人たち雨降ってんのになんで焚き火焚いて座ってるんだここに。この人、Здрав, Буди! Выбросы ушли, наем! Вот ты стала быть какой! Ты пока в отключке лежал, легендой стал на базе. Уж и напридумывали о тебе всякого. Ну ладно, такому счастливцу стаканчик за счет видения. Так что давай, излагай, а то я уж извелся весь от любопытства. Марк って言われてるけど、まあ、派閥のことを言ってんだな。主人公の派閥はマーセナリーで、名前がスカ。話すことなど大してないぞ。エミッションに出くわしたのは科学者連中を先導してスワンプスを抜けていた時だ。うん、まあ、とにかく科学者連中を先導してたらブローアウトをもといエミッションに遭遇して目覚めたらここにおりましたと。はいはい。もちろんシャドウ・オブ・チェルノブイリの前作じゃないや前日談なわけだから、まあゾーンの謎を解明しようとしているっていう段階なわけで、だけどエミッションがやたらと頻発するようになってると。銃声してるけど。この人はコールドって呼ばれてる。で、この場所についてだが、どういったとこなんでしょうか。めっちゃ皮肉ってるけど、まあ安全な場所。正確な場所は教えられねえとか言ってるけど、マップ見たらすぐにわかる。クリアスカイなんて初耳だぞ。Потому что слишком многие хотели бы слышать и знать. А чем меньше народу она знает, тем нам спокойнее. Главное у нас лебеди. Глыба, а не мужик. На нем, считай, все и держится. Потом каланчана. Холод, закругляйтесь с разговорами. Наемник пусть зайдет ко мне. Ну вот, Лебедев сказал надо, боец ответил здесь. Так что давай, брат, раз уж Лебедев тебя ждет. Лебедев, ты что-то?
僕と喋りたいと。じゃあお話ししようよ。まあとにかくクリアスカイっていう派閥の人たちに助けられたマーセナリーの主人公スカー、こっちだった。俺は3日寝てないんだ。4日だったかな。あれ？ニンブルってさ、シャドウ・オブ・チェルノブイリにいたよな。派閥クリアスカイってなってるけど、あの時はストーカーだったよな。で、どうも。Ну как, проветрился? Выглядишь уже бодрее. Введу тебя в курс дела. Ведь если разобраться, зона самая удивительная из того, с чем мы сталкивались за всю свою историю. 我々が何者かは知る必要ない。まあこの人たちはとにかくゾーンを研究してるわけで、研究してんのはいいんだけど、シャドウ・オブ・チェルノブイリにクリアスカイなんて舞台はいなかったから、今作で消失するわけか。じゃあCак я уже говорил, мы исследователи. Мы пытаемся понять природу зоны. Все складывалось в понятную картину до тех пор, пока несколько дней назад не грянул большой выброс. この人たちは別に争いがしたいわけじゃなくて、ゾーンの性質を解明してそれを定式化したい人たち。アーティファクトにも特に興味はない。ただ、大規模なエミッションが数日前に発生していると。Нет, этот выброс был феноменальной силы. Так сказать, вне категории. Но самое странное, то, что тебе удалось после этого выброса выжить. まあ、この頃からエミッションが頻発するようになって、で、それは結局シャドウ・オブ・チェルノブイリでもブローアウトとして頻発。そして、ゾーンの一部。僕は行くことができる。最強のストーカーでさえ行ったことない場所だ。ストロックは北の地まで到達してたけど。понятно. Чем я могу тебе помочь? そうそう。この主人公もあんまり記憶量はよろしくない感じか。俺は出て行った方が良さそうだな。выбраться отсюда очень непросто. Если я тебя отпущу, то информация о нас перестанет быть тайной. ああ。ここの秘密は漏らしたくないと。Знаешь, в последнее время нам приходится очень туго. Выброс ослабил аномальную активность на болото. Ты спец, это сразу видно. Твой опыт может сохранить жизнь многим из нас. Все, хватит разговоров. Случилось еще одно нападение на форпост. Помоги отбить его. Там сейчас, между прочим, кое-кто из тех ребят, что тебя нашли. Еще не забыл, как выживать в зоне?全焼地が攻撃を受けてる。協力しろっつうわけですな。めっちゃ遠回しに言ってるけど。отлично. Тогда быстро к торговцу. У него получишь минимальный комплект снаряжения. И давай сразу к форпосту. Сослав, сейчас у тебя будет боец. Выдай ему все необходимое для задания. Принято. Наемник, поторопись. 急ぐのだ、マーク。室内なのに容赦なく風が吹いてるね。トレーダーで装備を受け取る。こっちか。普通に銃声とかも会話の途中でも鳴ってるけど。トレーダー。あ、めっちゃもらった。はい。Дружище, у меня приказ выдать тебе снаряжение. А все расспросы потом. Дуй к ребятам. А, хай. Я сашии хито. Вот молодец, живой пришел. Рад тебя видеть. Гайдо то тому ни зэншоу ни мукае. Нани моратта? BM-16. Соудоуфу ってことは、2連バレル式狩猟用散弾銃。ショットガン、2発。これは？エコー探知機。ああ。アノマリー探知機か。で、ハンドガン PM に、
と、これはプレイヤーデータベースみたいのと、救急キット、ショットガンのセル、セルじゃない、シェル、包帯、抗放射線被爆障害、障害剤、え、障害剤というか、まあ、治癒剤だね。で、ハンドガンの弾。OK。Чего тебе, сталкер? はい、どうも。私、ストーカーではないんだけどな。Тебе нужно что, сталкер? スタルカーでもないな。はい、OK。2番？え、目隠し？何それ、クロちゃんじゃないんだからさ。ルートを秘密にしなきゃならないんだ。OK。全く信用されてないけど。ルート秘密にしたいとか言ってもマップ見ちゃえばわかるんだよな。さっきここにいたからちょっと離れただけだけど、だけど本当にこの辺なんか道がすごいっていうか、うん、なんだここ、魚釣り小村でいいのか。でここね、全焼からの救援要請信号に応答せよ。オッケー。наемник, будь внимателен. Помни об аномалиях. Вначале бросаешь болт, а сам идешь, только если впереди чисто. そう、ボルトを投げればまあわかるけどさ、目視でも大体わかるね。モッドを入れてるせいかもしれないけど、グラフィックはだいぶ上がったね。シャドウオブチェルノブイリの頃から。アノマリーすごいけど、早々に。あ、はいはい。狂犬、え、狂犬じゃない、キャット。こんな可愛くないキャットは知らない。というかこれで半分も食った。何も持ってないし、あの今回難易度ストーカーだから普通に死にゲーとなる可能性もあるから、あんなねシャドウオブチェルノブイリみたいにゴリ押しが通用しないと思う。走るのをね控えようか。あれ仲間なんでしょう。誰かが掘られた。ミュータントが死んでる。塔の上急げ、誰かいるよ。あれ、なんか持ってる。いただき、いただき。あ、やばい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 気がする。あー、いる、いる、いる。はい。У меня патронов на самом донце осталось. Давай этих тварей, что ли, в два ствола отстреляем. 一緒に倒そうってか。いいもの拾っちゃったよ、早速。豚どもを殺せ。あの死体からいいものを回収できた。こっからじゃ狙いにくいっていうか。え？え？うわっ、死んだ。嘘でしょ。火は回収すけど、え、これ逃げた方がいいよな。え、でもさ、え、どこに、ここ逃げる？とりあえず。え、大丈夫こんなとこで。ああ、タスクキャン、あれ、タスクがキャンセルされて、あれ基地に戻ってきた。あれ
レベデフに起こったことについて尋ねろ。戻ってこれた。やべ、仲間の遺品回収しただけだけど。普通にいいものゲット。ああ、総重量はきっちりあるね。前回前作甘えて総重量増やすとかしちゃったけど、今回シビアに行こうか。ちゃんと私は、夢落ちだった、もしかして。そんなわけないよね。どうも。Ты снова выжил после выброса. Я уже почти не удивляюсь этому. Если это разрушение не остановить, ты попросту погибнешь. そう、主人公はどういうわけかね。エミッションとか食らっても、そう、異質な能力か何かを持ってて、原子すら破壊されてしまうアノマリーの活動からも生き延びれるという超人間なわけだ。はい。で、なんでこんなエミッションが頻発するの？Обычный выброс представляет собой выход накопившейся энергии зоны, разрядку. Мне кажется, что последние события в зоне связаны с тем, что кто-то нарушил это правило и проник за выжигатель мозгов.誰かがタブーを犯しブレインスコーチャーを通り抜けたことを意味するのではないかって、多分ストロックのことかもしんないけど、決してそれはタブーではないし、うん、おそらく、まあ、前作シャドウ・オブ・チェルノブイリをプレイしてればわかるけど、まあモノリスがそうしてんのかもしんないね。で、そのことがゾーンにとって何の危機になるんだ。Трудно сказать. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, что находится в центре зоны.Он закрывает доступ к центру зоны. Человеку нет пути за выжигатель мозгов. この辺の話は全くシャドウ・オブ・チェルノブイリと同じ。До большого выброса я считал, что нет. Да и все так считали. Зона пытается их достать и при этом убивает все живое. まあ、これは到達を拒んでいるモノリスの仕業だと思うけど。会話の途中すげえ銃声とか悲鳴とか聞こえるけど、まあゾーンだから知らない。Я знаю о зоне много, но рассказать могу пока не все. Собственно, мы подошли к основной задаче, которая стоит перед чистым небом. Мы стараемся предотвратить катастрофу. そう、クリアスカイの人たちは災害の発生を食い止めて、まあ、安全を確保したい。だが、スカーはこういう災害を防ぐ、バンディットを退ける十分な力さえないじゃないか。あんまりね、そういうつつかれたくないところつつくのよくないよ。Ты прав. はい。Но мы знаем, как предотвратить катастрофу и остановить выбросы. А это уже немало. 俺たちエミッションを止める方法知ってると。はい。В первую очередь, нужно выяснить, кто был в центре зоны, и остановить их любой ценой. ほうほうほう。まあ、つまり北を目指せばなんとかなるって。で、なんで私にそんな話を。Между тобой и зоной есть какая-то странная связь. С одной стороны, каждый новый выброс постепенно убивает тебя. А нам сейчас нужно действовать очень быстро. これはスカウトされてるね。そう、主人公はどういうわけかエミッションが起こる状況下でも生きれる。つまり主人公ならゾーンの中心部まで行けるじゃんっていうことだ。でも主人公は窮地に飛び込みたいとは思わない。なんで俺が加わらんとならんのっていう、あんまりやる気なさげな反応。Знал, что ты спросишь об этом. Ответ прост. Если не остановить выбросы, твоя нервная система выгорит и ты погибнешь. Поможешь нам, спасешь себя. Наверное, это звучит как в дешевом кино, но у тебя действительно нет выбора. あなたに選択肢はないと。いくらエミッションで生き残れるって言っても、頻発してたら神経いかれちゃうよっていう。はい。К сожалению, да. Ну так что, поможешь нам? OK. まあいいでしょう。Тогда слушай внимательно. Мы подняли все наши контакты и связи в зоне. Есть информация, что один сталкер на кордоне интересовался у Сидоровича очень странными деталями. Это пока все, что у нас есть.Но это хоть какая-то зацепка. はい。あ、シドロビッチいるんだ。これさ、シャドウ・オブ・チェルノブイリと話が並行しているわけではないよな。
Хай. Курдон, не? Естественно, через болото. Но я тебе уже говорил. После выброса поднавалило всякой мрази, и теперь она контролирует здесь почти все. Мы в осаде. Я не драматизирую. Так что мы должны вернуть себе контроль над болотами, прежде чем попытаемся вывести тебя к кордону. Думаю, мы справимся. С твоей помощью. А, これは確実にコルドンまでの道のりでバンディットもしくは他の派閥の人たちが暴れてるかもしれないっていう。でもコルドンに行かなきゃ。コルドンね、ここだったよな。うん、この辺にシドロビッチがいる。で目的地が3つ、この辺全部始末しろってわけだ。あ、だいぶちゃんとログが残ってるね。豚どもを殺せ、タスクキャンセルになってる。敵を排除せよ、ポンプステーション、焼け落ちた農場、古びた教会、はい、でコルドンにたどり着いてシドロビッチと話す。ガイドと一緒にグレートスワンプスに行け。じゃあガイドと共に行動するんだ。え？はい。知りたいことがあるなら聞いてきな。あんたここで何してんの？休憩してる。戦場は？クソだ。はい。支配権を握るにはどうすればいい？敵を倒せ。はい。Смотри, вот твой главный проводник。俺は使い方知ってる。っていうかロシア語で言わないでくれ。はい。美味しい話ある？はい。宗教みたいなことを言ってるけど。ああ。レアなものを隠したと。いくらで教えてくれる ?1486。俺そんな金持ってねえ。なあ、教えてくんないだと。なあ、教えてくんない。まあまあまあ、仲間の死体から、いや、死体、うん、まあ死体から、ちょっと良さそうなものは回収したから。あ、だけどこのスナイパー、状態がすごくよろしくないな。よろしくないけど、サイレンサー付きだから使えるかもしんない。今お金いくら？ああ、全然ない。337ルーブル。これ、修理となると、きっついかも。青アイコンがトレーダーのはず。グレイ、修理屋さん。あ、アップグレード要素がある。重心交換、あ、この辺めっちゃ細かいな。シャドウオブチェルノブイリから変わってる。まあ、ともあれ、金が足りないわけだ。修理費用が一番高い。そんな金ない。で、そうだ。同じハンドガンをたくさん持ってるから。この人はアップグレード専用だ。じゃあ、ちょっと怖いトレーダー。トレーダーの人がこっちだ。修理屋さんが青アイコン。この人にポンコツハンドガンを。売り払えない。はい。はい、エミッション食らってる。はい。おお。はいはい。そうっすね。わかる。何？報酬くれた。いいことがある。もうない。もうないか。はい。これいらないからあげる。え？売ることができない。あ、もしかして何これ、状態よろしくないやつは売れない的な感じか。これなんだこれ。ああ、魔剤ね。はい。USB だけどこれ。なんだこれ。フラッシュドライブ。なんか銃声してるけど。大丈夫？なんかすごい奇妙な天気なんだけど、この辺。まあ、少なくともこの辺は安全なんでしょうな。
はい。чего тебе, сталкер? この人ガイドだね。なんか顔色がさ、顔色がよろしくないように見えるけど。まあいいや、じゃあ今回この辺にして、さあ主人公はね、今作の主人公はどうも超人間だから、クリアスカイの目的を達成するにも使えそうっていうわけで、ホイホイクリアスカイに参加したので、この人がゾーンの謎を解き明かすために使われることになります。つうわけで、このスワンプってところ、なかなかゴロつきが多いらしいから、ここを通れるようにしてコルドンに行ってシドロビッチとお話ししようよっていう状態。じゃあ今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。